はい、皆さんこんばんは。あれ、こんばんは。こんばんは。ちょっと書き切ってないね。はい、今日も始まりました城太郎ライブなんですけど、なんと今日はですね、記念すべき100回目ということです。さあ今日はね、はい、素敵なゲストを迎えてきてね、お迎えしてますから楽しみにしていただければなというふうに思います。はい、先生もうすでに127名の、ああ嬉しい、すごい視聴者の方が、はい、ご覧いただいてまして、はい、いつもそうですね、はい、初めましての方もたくさんいらっしゃいますし、うんうん、はい、毎週見ていただいている方も、はい、たくさんコメントいただいております。こんにちはと、はい、ありがとうございます。すごい数、ちょっと追い切れないぐらいコメントいただいてます。いや嬉しいね。はい、ね、でもね、本当にね、よく100回もやってきましたね。そうですね、はい、うん、2018年の、はい、11月の14日から、はい、初回のジョタロライブ始まりまして、うん、2018年か。そうなんです。延べ、60名のゲストの方にお越しいただきまして、はい、はい、でそれで、まあ、最近は、うんうん、商品紹介とかもやってますけど、うんうん、そうですね、60名の方がたくさんね出ていただいて、第1回目は本当ケビン大変でしたね。大変でしたね。はい、したくもないですね。確か途切れ途切れの、ね、なんか途中でなんか映像、じゃあさよならみたいな感じで終わった感じだったっけな、なんかね。映像もめちゃくちゃ見づらいし、ね、もう、はい。いや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 、まあその第1回からね。そうですね。いろんなことをちょっとずつ手直しして、はい、ね、スタッフも増えて、はい、ね、いろいろこうやってね、レベルアップしてね、させていただいてますけども。はい、まあ、いろんなゲストの中には、うん、有名な、ね、方もたくさんいらっしゃいまして、うんうん、はいはい、それこそそうやね、リストが、ね、あるんですけどね、どうかな、もう本当にね、デザイナーさんから、うん、モデルの方から、はい、女優さんから俳優さんから、はい、ね、本当にいろんな方が出ていただいて、そうですね、うん、はい、まあ、ね、仕事柄、ね、クリエイターの人が多かったですけどね、うん、ええ、うん、どうする。その中でも今回100回記念ということで、ジョタロ先生には一番近しい方に、うん、そうですね、嬉しいね、100回を一緒に祝いたいなということで駆けつけていただきまして、はい、はい、まずちょっと映像であれですかね、ご紹介したいと思いますが、はい、はい、ジラスね、登場映像来るかな。お願いしてもらったお願いしね、モデル出てみたいな感じで、コメントで伝説の羽織脱ぐやつだっていう、そうそう、本当そうよ、まあ、みんなね、みんなが真似をしたっていう、そう、モデルもね、そう、モニター見てて裏でおおみたいな、ね、所作が素敵で見惚れる、所作がかっこいい、もうキャーキャーですね、コメント、ありがとうございます。
とうございます。ということで、はい、はい、先生戻りました。早速に、はい、それでは今日ゲストです、早乙女太一さんです。お願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。いや嬉しい。あっという間に100回ですね。そうなんですよ。気づけば、気づけば実は乾杯しようか。はい、コーラですけど乾杯で。おめでとうございます。ありがとうございます。お邪魔します。僕もこれで3度目になりますね、出させてもらうのが。いや実はね、はい、3度目出た人って太一だけど。あ、最多最多。それどうなの、こんな、ね、ごめんなさい、こんな手作り YouTube に3度も出ていただいて。いやいや、大スターが。嬉しいですよ。いやいやいや嬉しいです。1回目は僕一人でお邪魔して、そう、2回目は菅健太君と2人でお邪魔して、はい、あれが2020年。20年です。はい、もう4年前。4年前ですからね、あれがね。もう早いな。いや本当早いね。だからコロナ前よね。そうですね、多分劇団スジャクの復活公演ぐらいのタイミングで。またその時も丈太郎さんに着物を作ってもらってたから、多分そういったタイミングも重なって、だから20年に2回僕来てるってことですよね。そう、20年に何ヶ月か、半年後ぐらいかな、半年ずつ。2020年の8月26日と12月1日にご出演いただいてますね。すごい、最多。最 多, 最多出演。いやもう最多、おめえようなことでおめでとうございますありがとうございます。ふっからでよかった。いやいや、100回すごいですね。100回ってね。いやそうです、100回、生放送が100回よ、うんうんうん、だからそれ毎週水曜日に一応配信をしていて、はい、このライブ放送は月に1回か2回、はい、だから年に17、18回かな、ライブ放送。それでまあ何年かかったかな、仕掛け8、9、10、11、12、13、14、7年、ね、7年ぐらいかけてやる。7年、ようやく第100回目を。そうか、ね、ここではジョタロライブの話してますけど、コメント全然関係ない話ばっかり。あ、そう、もう何が盛り上がってる。太一さんのメガネに皆さんちょっとこうやばいっていうコメントたくさんいただいてまして、ちょっと珍しいですかね、メガネは。そんなこともないんですけど。そんなことないんですか。はい、ああ、コメントがそこで見れるんだ。はい、見れるんです。すごい、はい、ありがとうございます。もうガンガン、よくかけられるんですか。メガネかけますね。あ、プライベート。メガネってもうこれは伊達メガネですけどね。どう入ってないですけど。そうなの、はい。視力はよろしいんですか。視力いい方ですね。はい。コンタクトもしたことないし。あ、そうなんですね。ちょっとなんか。じゃあこのお店もできてからもう随分もう7年以上経つってことですか。8年ぐらいってことか。7年目です。そう、7年目。銀座シックスができてオープン以来ですからね。はい、今いきなり先生とか頭とかなんか整え始めましたけど。ジョータロさんかっこいいとか話なんか一行でもないから。ちょっと読めなかったんですけど、先生の髪型素敵ってコメントありました。あ、マジで。最近、はい、定着してますね、このピンクアッシュというか。そうそう、いやそうなんです。ね、いや今日ね、全然今日ちょっと髪型変わってるの分かる俺。なんか、はい、さっき伺いまして、なんかね、うまくできなくてもういいやと思ってオールバックにしてたんやけど、それがだんだん下がってきて、はい、さっき鏡見たらなんかトランプ大統領みたいな髪型やなと思ってえーみたいな。すごい大物同士じゃないですか今日。じゃあいやこれね、いやこれちょっとなんか角度的になんかこっちの角度をなんかやめてほしいな。なんかもういつもは気にならないけどね、太一が横にいるとき言われると気になっちゃう。そう、なんかトランプ大統領みたいじゃない、ね、あれ。ちょっと言われなかったら全然分かんない。浴衣着たトランプ大統領みたいちょっとショックだよ。いやまあ張り合うのもね。先生かっこいいですってコメントいただいてますよ。あ、ね、優しい人が本当頼むよ。今日のお洋服に関してもコメントが多くてですね。はい、はい、僕の、はい、そうです。何ですか。これリンゴだね。リンゴからなんですか。リンゴか梨かってよく聞かれますけど、リンゴです。うん、なんかフォトグラファーの方の写真とコラボをして作った洋服、ずいぶん前から着てますけど。え、ご自分で作った洋服じゃないじゃなくてこれ作った人が。作った人が。もうこのブランドは今ないんですけど。あ、そうなんだ。そうなんですね、失礼しました。そう、ね、そう、今度うち俺ね、あれなんだよ、 T シャツのブランドショーっていうあれがあって。あ、そうですか。うん、モデルで着てもらおう。T シャツも作るんだ。すごい、それ私も知らない話いきなりいきなり身近なスタッフさんが知らない話が。そう、頭の中でどんどん進んでいくから。そう、年内中にはね、やりたくて。いいですね、うん、もう太一にパジャマ代わりで来てもらおういやいやいや、ちょっとこうね、講師ともに仲良しのお二人なんですけれども、うん、はい、
まああれですね、最近こう今日会った会う前はいつぶりですか。僕は多分ジョーさんの誕生日パーティーに1月の29日、はい、1月29日僕の誕生日にね、はい、まあ某レストランでパーティーをしたんですけども、はい、その時ぶりです、はい、その企画はですね、まあ、僕55歳なんでね、そろそろ、まあ、よくね太一君の葵陽之助さんでしたね、陽之助さん実のお父様とね、僕同年同月同日生まれだから、はい、で55歳の誕生日、お父さんも誕生日だったね。そうですね、よかったらもうそっち行かなくて、俺と祝ったことないです、祝ったことないです、はい、そうなんや、ありがとうございます。いやいや、もうすごい、僕の誕生日に、まあ、一日店長をね、はい、レストランでやるってことで、はいはい、ジョーさんがね、そう僕がね、はい、で夕方5時から夜中26時まで一応10時間店長をやるということで、すごい、もうたくさんの人たちが押し寄せて出たり入ったりね、うん、で太一くんもそこそケンちゃんとね、はい、菅健太くんと一緒に顔出してくれて、はいはい、その頃はまだね生きてましたけどね、まだね、まだ黒目でした黒目、はあ、でもねあれなの、あの時ね本当に結構ね、はい、いろいろ何本当に有名な、ね、俳優さん女優さんも結構来ていただいて、はいはい、実は最後締めはあの実はあの人大黒摩季さん、大黒摩季さん、そう大黒摩季さんがね、はい、ハッピーバースデー歌ってくれて、すごい贅沢な、贅沢、いや本当に、でもね記憶はかすかなんですよ。ああ、いやでもかすかに残っててよかったですねそうそうそう、その時黒目がなかったですよね、もう白目でも白目だったんですか、白目しかなかったけど、どうにかこうにか、はい、一応ねありがとうございました。いやおめでとうございます、その時以来、そうですね、そうでもまあね本当に、だ僕京都だからね、京都で撮影来ることも結構あったりするので、うん、ちょくちょくねご一緒させてもらうことあるんだけど、うんうんうん、まあなんだかんだ言って古いからね、そうですね、うん、お付き合いの長さがもうかれこれ何年ぐらいですか。出会ったのは僕多分18、19ぐらいなので、うん、そうね18、19、15年か、全部入れるともうそれぐらいになりますね、もうコメントでも先生はほぼ大志さんのお父様だ笑いみたいな、いやいや、うん、ほぼっていうかまあそうだね、そういやいや、お兄ちゃんって呼んでもらうようにしてるんですけどね、うんうん、京都のお父さんで呼ばないでねみたいな、でも大志さんにとってはどうですか、このなんか着物デザイナーと ここまでこう仲良くなれるというか、うん、なんかちょっと珍しい関係性だなって、そうですね、うん、いやだからジョーさんだからこそだと思いますね、なんかこういう風に可愛がってくれてるというか、うん、なんかどのあたりが気が合うポイントなんですか、お二人。気が合うは分かんないですけど、まあ、一方的に僕は尊敬がやっぱあるから、うん、うわ嬉しい、いや俺はもうとにかくもう可愛いからありがたきファンに怒られる、ありがたきお言葉を、いやいや本当にちょっと先に太一さんがどう思ってるか聞きましょう一回、はい、すいません、はい、僕はまあそれこそ自分と重ねるのはちょっとおこがましいですけれども、僕も父親が役者をやっていて、まあ2代目という形で劇団をやっていたり、でジョーさんは3代目でしたっけ、そうね僕3代目っていう、なんかこうまあ自分たちの歴史は全然浅いですけども、なんかそういったこう日本の伝統というか、なんかそういったところに生まれてそういったところで生きながらも、ただそれを守るだけじゃなくてちゃんとこう今にブラッシュアップして挑戦をし続けているっていう、なんかそういったこう姿勢にも尊敬をしますし、なんかこうエネルギーをもらえるというか、まあ、僕も一役者としてまあ大衆演劇という昔からあるものをいかにこう今僕たち生きてる僕たちがいかにチャレンジをしていくかみたいなことをものすごく僕は課題に置いてるから、素晴らしい、そう一緒にするのはおこがましいですけど、なんかそういったところでもね、なんかこう、まあ、だからこそ着物もいつも作ってもらってるしっていうのもありますね。なるほど、なんかスタンスが近いって感じなんですね、きっと取り組む分野がそれぞれ違ってるけど、やっぱりね古典だけど新しいものを生み出すっていうか、うんうんうん、やっぱり太一にしかできない、やっぱオイランだったり女形だったり、太一、うん、しかできない盾だったり、はい、それはやっぱり見ててもそれ、まああえてそれをね目標にしてるとは違うんでしょうけども、うん、やっぱりその目標とする道すがりに必ずそういうのがポイントがあってっていうのは見えるよね、彼にもね、そうですね、彼には見えるし、僕も、うん、あすごいなと思うし、そうです、ね、こんな役者いないじゃん、やっぱり、うん、こんな役者でこんな何でもできる人っていうのはね、そうですね、すごいと思います、うん、なんか基本のところがやっぱ大衆演劇に
また立ち戻られるじゃないですか。いろいろこう舞台もお芝居もされるけど、はい、でもスジャクの公演とか、まあ、そこにまたそこがこう基盤になってるというか、はい、でそれで去年復活、2023年のスジャクの公演があって、はい、でうちもポップアップで、うん、ブースを出させていただいて、うん、でその時に出会った方が結構ドラマから初めてお芝居見に来ましたとか、うん、なんかそういう逆に大衆演劇の大地さんを知らなかった方が見始めて、はい、それですごいドハマりした方とか、うん、まあ、そこから、ね、浴衣や着物も着ようになって、うん、でこの銀座シックス店にもたくさんのお客さんも来られて、うん、あ、そうですか、なんかそれがきっかけで着物を着始めた方、うん、結構いらっしゃいますね。嬉しいですね、うん、いや、ありがとうございます。やっぱりルーツ、僕もほら着物でね3代目で、だから着物っていうとこうどうしてもやっぱり洋服の方がメインで華やかで、うん、洋服やりたいなっていう思いも実際あったし、若い頃ね、はい、実際そういう洋服作ってやってたし、でもやっぱりルーツはね着物にあって、うん、着物やっぱりそのルーツをしっかりやることが自分の個性とか自分の特徴とか自分の武器になるっていうことは気がついたから、うん、それがまた太一もやっぱりただの俳優じゃなくてルーツに大衆演劇があって、うん、まあ、大衆演劇という、ね、性格上そういう職業上幼い時から舞台立って、うん、ね、まあ、その時は苦痛だったかもしれないけども、いろんなね他の人とは違う経験をして、やっぱりそれが糧になって今最大の武器になってるから、うん、やっぱりそれに気がつくまではね、僕も時間やっぱりかかったし、着物より洋服がいいなとかね、うん、やってみたいなと思ってたし、うんうん、きっと、まあ、彼ももしかしたらね、うん、大衆演劇よりもっとなんかね華々しい、なんか、まあ、大衆演劇はダメっていうんじゃないけれども、もっとね、うん、もうそういうメジャーなところで活躍したいみたいなことも思いもあったと思うけども、うん、でも今となってはね、やっぱり堂々と大衆演劇の西本太一だからみたいなところがやっぱあるよね。そうですね、うんうん、そう、僕らもね、着物を捨てて洋服やってたら多分銀座シックスにお店構えられなかったと思うしね、うん、あ、うん、そうですね、そう、やっぱり着物っていうベースの個性とか、うん、特徴がやっぱり武器になり始めたっていうのは最近というかね、うん、やっぱりある程度年齢いってから気がついたことやし、きっと太一もそうなんちゃうかなと思うけどね、うん、だからそういう意味では割とそうですね、うん、なんか接点があるというか、うん、そうそうそうよねみたいなところはもしかしたらあるかもしれないね。なんか活躍の幅が広がれば広がるほど、うん、その思われるんじゃないですか、その大衆演劇がこうより自分のこうなんかコアになるというか、まあ、僕の場合はそこにお客さんに来てもらうためにっていう活動も結構あるので、うん、あ、なるほど、いかにそこに劇場に足を運んでくれる方に知ってもらう機会があったりとか、入り口をどれだけ広げられるかなみたいなとか、あ、まあ、もちろん自分の勉強もそのお芝居のチャレンジとかもあるんですけど、うん、いやでもやっぱベースが主弱にあるんですね、うん、もう主弱、そうですね、舞台に、うん、そうですね、うん、でも僕もやっぱりショーするけども、はい、やっぱりそのなんていうの、着れなくていい着物は作るの嫌なのよ、うん、はんはんはん、だからやっぱり僕作ってるのは絶対芸術みたいなことは元を持ってないから、やっぱりプロダクトで、うん、やっぱりショーに出したものはきちっとどれもこれもちゃんと販売、お客様が手に取って求めていただくことができて、はい、それを着て楽しむことができてっていうのがベースにあるので、うんうんうん、だからなんかこうね、なんか帯からしたら何もなしで、なんかパンツが丸見えないんだけどそれ新しいでしょっていうことは逆に全くしないので、なんかただびっくりさせてね、驚いたり驚かさせたりびっくりさすスタイル出してもそれってどうなんかなっていうのがあって、意外と枠がある中でその制約の中で新しいことをするっていうことはやっぱりプロとして大事かなと思うから、まあ僕はそんな感じだけどね、あ、なんか真面目な話になってしまった。いやでもちょっとなかなかね、お二人揃ってそういう話って聞けないので、非常に聞き応えがありますよ、うん、はい、そうだからあれよね、なんかこう、いやそう、前にも言ったけど俺もね、実はその早乙女太一の大衆演劇を
その商業演劇の舞台は、ね、衣装は僕ずっと作って19から作ってきたけど、はい、大衆演劇の早乙女たちは見たことなくて、その復活公演の時に実は初めて見たんですよ。2019年の年末。 それがショッキングで、はこんなにね、お客さんのためにいらっしゃるお客さんのために喜ばして楽しまして、はい、一緒に踊ってね、きれいな姿も見せるし、かっこいい姿も見せるし、ちょっととぼけたね、劇もするし、もう楽しませることにすごいなと思って、すごかったですね、はい、すごかった、感動させたね。いやいや嬉しいです。いや本当に、で毎日見に行きたくなる気持ちも分かるというか、一回見た方がもう一回また違う日にこうチケット買うとか、なんかだから俺そうなんかね、そう早乙女太一さんのこと知ってるようで知ってなかったんだなと思って、すごく申し訳なかったなと思っていや本当にいやそれほど感動した初めて、まあ、意外と近しい間からだったけど、うん、そのプロのそのまあ仕事してる太一さんを知らなかったって感じですね。うん、でまあこんなこと言うとあれだけど、やっぱり楽しそうやったしね。あ、はいはいはい、もう躍動してたし、やっぱりだから、まあもちろん他のね、あの商業演技がダメってことないけども、やっぱり早乙女太一の役割はここっていうところをきちっとやる感じで、ね、朱雀は全てが早乙女太一なんで、やっぱそれが面白かったですね。うん、だって見て、はい、僕見に行って帰ってすぐみんな全員うちのスタッフ見に行けって言ったもんね。そうですね、うん、はい、絶対行った方がいいって言って、うん、嬉しい、うん、でみんなでね無理言ってなんとかしてって言ってね、みんなで見に行った、みんなで順番でねシフトをずらしていって、うん、いやすごかった。コメントでもやっぱりね、あの太一さんもご覧になられてますか？はい、もうずっとコメント読んでます、ね、皆さんコメント見ていただいてますよ、うん、はい、あの大衆演劇も何度でも見たくなりますよね、朱雀ドハマりしましたっていうコメントがたくさん届いております。ありがとうございます。ありがとうございます。いやーね、なんかいいですね、ちょっと100回記念。いや100回記念、しみじみありがとうございます。いやいや、おめでとうございます。もう忙しい大スターに寄ってもらって。いや、やめてくださいよ大さんはちなみに今年のご予定的に、はい、なんか全国でまだ今後もお芝居のご予定とかは。舞台ですか？舞台とか言える範疇ないですね、今のところ、はい、今年舞台の年じゃない、年じゃないって言ったかなんか、こうなんかマネージャーなんですか？いや、なんか喋ってるんですか？あ、そうですか。そうすごいスケジュールしてる感じ。でもなんかね、映像っていうのかな、映像中心ですね。あ、そうなんですね。なんか舞台やるのとこなんかこう、はあ、はあ、はあ、うん、なんかバイオリズムがあるみたい、彼の中に。そうなんですね、今なんとなく映像なんね。いや、はい、あのちょっとね、それをあえてちょっとお聞きしたのは、まあ、うちあの銀座もお店がございまして、はい、あのまあ、太一さんと1回目2回目と違うのが、あの実は昨年の12月に名古屋店ができまして。そうですね、そう、名古屋店をしました。まだ行けてないです。名古屋にね、あのお芝居とかそういう機会があればぜひお立ち寄りいただきたいなと思って。名古屋最近、ね、まあ、前は毎年やってましたけどね、あの、あ、そうなんや、みその座とか、はい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 、名鉄ホールというところ、うん、あと中日劇場でもやってた、うん、あ、そうやね、結構毎年行ってたんですけど、最近ほんと行けてないですね、名古屋は。でもほら東海エリアってほら、あの青い劇場もあったように、あの辺って結構盛んね、岐阜、あの辺、はい、東海3県結構盛んやからね、うんうん、まあ、大衆演劇としてはねたくさんあって、はい、でも、まあ、商業演劇もいっぱいあるから、大きな箱はね、うん、まあ、ぜひ名古屋いらっしゃるんですか、顔出してください。そうなんです、あのここも素敵ですけど、はい、名古屋も非常にかっこよくて、ね、クールなお店で、インスタで見たらすごいかっこよかった、はい、内装も、うん、ありがとうございます。あの境の松坂屋の2階にございまして、松坂屋か、はい、うん、ぜひあのお近くいらっしゃる方はね、ぜひ寄っていただきたいと思いますし、ね、なんかね、あのなんかやりたいですね。そうですね、大さん、あの、はい、去年ね、ポップアップショップで、はい、ディフューザーを、はい、実は太一さんと一緒に、太一くんと、うん、急に太一さんとか太一くんになってしまったけど、なんか、まあ、一緒に仕事の話をしようとしてたけど、そうね急に太一さん、そうね、太一と一緒に、はい、香りをね、はい、作って来て、ね、わざわざそこまで来て、どの香りにするで、そのディフューザーを、うん、まだ少しあるので在庫が。あ、そうですか。まあ、もうでもほんのちょっとしかないんだけど、はいはい、あと数十個しかないと思うんです。それはあれか、名古屋店の期間限定で、うん、ちょっと
今どこにも売ってないんです、はいはい、全くどこにも売ってないんだけど残ってるとねもったいないですね、うん、そうですねそれちょっとなんか名古屋店限定で売りますか特別販売しましょうかね、名古屋店で今日何日やったっけ4月の、3日です3日かそしたら4月の20日からか4月の20日から月末までかなもう10日間限定で4月20日から月末まで10日間、今月何日まであるの30日です。あ、じゃあ10日間か。20日から30日まで期間限定でね、名古屋店のみで、まあ、まあ、ある在庫でもう終わりなんですけども、はい、それをやろうか。あ、名古屋店にディフューザーが登場。まあ、OK 言ってくれたし。あら、すごいですね。いや、もうでもね、ん？あ、ディフューザー。あ、ディフューザー、いい香りやった。いい香りやったし、めちゃくちゃ評判いいんですよ。よかったですね。しっかり選びましたからね。もうなくなったんじゃない？もうとっくになくなりましたあれ10本ついてるのね棒が、はい、10本入れちゃうとねガーッと匂い広がるから、うん、半分ぐらいした方がちょっとちびって使った方がいいですよね、うん、そうか大地のところに持っていくわ、ね、ありがとうございます。あといくつかあるもせっかくだしこねて名古屋店のために協力するって言ってくれたから。あら、じゃあ、ね、あれですね、また名古屋店に。そうですね、あの、はい、太一君の部屋の匂いがするディフューザーということで名古屋行きたいな。名古屋、そういっぺんね、僕いる時に来てくださいよ名古屋。そうですね、うん、そうですね、いろんなお店開拓しとくので楽しみ。うん、名古屋ね、はい、ちょっとあの本当、はい、これ適当にパッと今思いつきましたけどちゃんとやりますからね、はい、またじゃあ詳細あの名古屋店のインスタや、あ、そうですね、もしよければ皆さん、はい、名古屋店の城太郎サイト名古屋店のインスタもしよかったらフォローしていただいたらそこにね改めてちょっと多分名古屋店の、ね、うん、メンバーもおーみたいになってると思いますけど他のうちのスタッフもざわついてると思いますけどまあまあ、はい、言ったからには何とかしてくれるでしょう。わわわ、はい、じゃあちょっとディフューザーが初登場ということで4月20日から末まで。そう、まあ、初登場というかね、もう今どこでもどこにも売ってないからね。そうですね、もう限定で、うん、はい、あのしてましたのでファンの方から何か聞きます、ディフューザーのこととか。まあまあ浴衣もやりましたけど、ディフューザーもそうですね、だからもう結構なくなっちゃったからまた売らないんですかみたいな。あ、問い合わせ来る、うん、問い合わせというか、はい、まあでもなんかねすごい評判良かったんでね、またなんかね改めてそれは考えましょうね、はい、ね、あの本当に試しに香りだけでも嗅ぎに来ていただきたいですね、名古屋店に。そうですね、いや、もうお求めいただく方しか嗅げません。え、そうなんですかちょっと意地悪言っちゃいましたね、はい、あのじゃあちょっと、あ、名古屋店フォローしましたと、ありがとうございます。あ、嬉しい、ありがとうございます。チェックしてください。はい、ということでですね、うん、ではではあれ行きましょうか、いつものやつ。はい、ね、多分ね今日すごいたくさん見ていただいてるんで、はい、実はそのいつもこうやってゲスト来ていただくと、はい、実際ゲストからお題をいただいて、うんうん、そのお題を基づいて、はい、全く即興で僕が、コーディネートするということをやるんですけど、はい、今回もやるんですね、それをね、うん、そうですね、やるんですけども、はい、ちょっと思考違うのかな、どうやったっけ前にちょっとやったあの、うん、アンケート形式で2つ、なるほど、あのちょっとどっちにしますかっていう感じでやるので、どんな差をいけますかね。はい、あの、ああそうなの、あ、もう決まってんの、はい、だから、はい、ではアンケート取っていきましょうか。で、それで、あ、そうなの、あ、テーマは どうする、どんな差を止めたい地にしましょうか、何にしますか、まあ、この際だから めちゃくちゃな差を止めたい地とかする、普段見れない、普段見れない差を止めたい地、なんかそうよね。じゃあ、うん、なんかある、あ、なんかたあ、じゃあ、太一に言ってもらう、こんな太一かあんな太一かで2つ言ってくれたら、あんな太一かこんな太一か、うん、むちゃ本人でいい、本人じゃあちょっと考えつつこの机をどかしながら、はい、先生、ああ ちょっと考えながらこうやちょっと動かしましょうかね。すいません、太一さん、これちょっとそっちの机持って、はい、持っていただけますか。はい会長、そろっと、ここはね、生放送でね、こうやって、うん、
どんな早乙女太一にしようかな。春ですから季節絡みのなんか。季節絡み。ほうほう、季節絡みね。はあ、ちょっとコメント、うん、女物がいい、ちょっと明るめな春らしい太一、冬眠明けの太一君、めちゃくちゃな太一、エロかっこいい、ああ色気バンバン、ああ、なんかコメントいただける、色気ダダ漏れの太一、お花見、昼か綺麗柄、夜かみたいなぐらいでもいいですね、セクシー、ああいいですよ、昼か夜か、夜の太一、劇団スジャク、ニューヨーク公演ご挨拶的な、おお、春っぽいもの、春、女性用の着物、ピンク色、派手派手、昼夜か男女か、桜、あ、春っぽいイメージ多いですね。昼の花見か夜桜、あ、夜桜か、いいですね、だいぶ雰囲気変わりますね。あ、昼の桜か夜桜か、あ、じゃあ昼の桜か夜桜かでいきましょうか。ちょっと待ってください、今打ち込むのね。はい、募集しました。募集しました、もう募集スタートします。はい、じゃあ昼の桜か夜桜か、あ、はい、今全然夜ばっかりですか、夜91% 夜です。あ、やっぱり俺と太一並んだ夜になるんだよ、やっぱりね、夜、夜、そうか、やっぱり夜の太一か、すごいですね、夜桜太一でしょ、ね、じゃあもう夜桜で、そうですね、130票ぐらいでもう 83% でわあ、すごいですね。じゃあちょっとじゃあ俺夜桜の太一選んでくるか、ちょっとつないでおいてくれる。はい、はい、一応スジャクの公演で夜桜オフィチよく踊ってます、ね、そうよね、うん、あ、男バージョンで、じゃあ今日は、ああ、なるほど、いやいやいや、すごいですね。もうちょうど実は最近ね、コレクションのやつ、コレクション終わったとこだから、はい、そっから選ぼうか、嬉しい、うん、そうですね、そろそろもう桜も咲いてきましたよね、もうね、ちょうどね、そうですね、はい、東京も都内もだんだんと咲いてきまして、先生、中目も咲いてますか、ちらほら、ちらほら、うん、まだ行ってないの、今日来たから、あ、え、襟つける、襟つけます、うん、はい、じゃあちょっと準備も進めますね、シャツの上からですか、あ、大丈夫です、その上からで、うん、ね、じゃあ東京の桜も開花し始めて、一足先に、あ、すいません、はい、太一さんが今日夜桜をイメージした、はい、着物をちょっとこれから生コーデいたします。はい、そうですね、大さん、あの襟の開き方もいつもこだわりで、詰めるのが苦手で、はい、うん、ちょっといかにも、あ、やっぱりこれかってなるかもしれないけど、これいこうか、はい、この着物でいきましょう、はい、もう似合いそうやな、着せる前から、いきましょうか、先生、いきましょう、はい、これは何の柄なんですか、これはね、実は桜なんだけど、これ実はボタンなんですか、これ、いや違う、これボタンの柄だよ、あ、ボタン、せっかくテーマは桜だけど、はい、そうそう、太一また一回機会あったら、まあ、モデルで出てね、すごいどさくさ紛れにもうそういや靴履いてるね、脱いだ方が、脱いだ方が、いや、いい、大丈夫、はい、私、はい、あ、巻き替えじゃん、ほんまや、ね、鏡なしやもんな、さすが、もう一本いる、もういらない、大丈夫です、じゃあ帯行こうか、あ、ね、なんかコメントで月の下で映えそう、素敵な予感、もうかっこいい、すぐ見つかりそう、花見してても目立ちますね、相当目立ちますよね、うん、立ってるだけでかっこいいです、あ、モデルの大佐みたいですと、もうすごいですね、もう皆さんまだ完成してないのにもう湧いてます、もうなんかでも襟こんな開ける概念がなかったからいいですね、これから男性のお客様にこれぐらい開けても、そうですね、うん、
もうずっと昔から襟はこのちょっと開け気味ですか。役にもよりますけど、お堅い侍とかそういうの真面目な人とかだったら締めるし、僕はそんな真面目な役することないから。窮屈に感じちゃうんですよね。首も長く見えるし、ちょっと開けてみます。そうですね。着物着るとき何も入れない？この辺とか。入れたり入れなかったりです。役によってみたいな。あんま入れないですけど。羽織も着ようか。羽織。あの鬼インテリな遊び人みたいっていう。メガネかけちゃってるから。またちょっとメガネを取ってもコメントが湧きそうですね。もう一枚来てもらおうか。昼の最中も。一回かあの完成させましょう先生。あのもうちょっとこれに羽織がついて、あと旅っぱを入れていただき、もう靴下の脱ぎから肩からかっこいいからどうしたらいいんでしょうね。もうあのもう何しても画面足元見えないですかね。早乙女まりさんキャーってもう叫び声がすごい。ありがとうございます。もうよ日本一という掛け声が入りました。もう何のもうあれですよ、今ある意味なんか舞台ですからね。もうあのお客様と大使さんのこの あのやり取りがまたね、これね、ローコートって言ってね、はい、あのローナヌシ、はい、ローナヌシって着物の上にもう一枚着物着てふんぞり返ってるじゃない、はいはい、でそんなイメージで作ったコート、着物みたいなこと。これあのさ、これねポケット付きなんだ。本当だ、いいですね。そうそう、僕はい、できました。あ、完成です。しかもこれ実はリバーションなんですよ。怖いですね、裏も。そうなんですよ、黄色がポツと。やっぱり違うな、今までのゲストと。そうです。いやいや、まあプロ中のプロですね。見ましたよ、かっこいい。え、八角のめくり方かっこいいですね。めくり終わりました。夜桜だ。いやでもなんかこう花行きたいな。あ、花見行った今年。見てないです。まだ咲いてもないですからね。そうか、今日ぐらいからか、咲き始め。あいにくの雨が続きそう。いつも行く？いや、行けないよね。ほぼ行ったことないですね。そうよね、はい、まあ、歩きながらみたいなのがありますけど。いやもうあれですね、もうギャーギャーですね、コメント。すごい、もううるさいって感じ。いやそういうことじゃないですから。でも本当タイさんもやっぱ着物着るとちょっとモード変わりますね。うん、そうね、モード変わるんですか。もういや、そんな風に見えるよ。なんかスンと、でさっきのそのハッカケのめくり方ちょっと巻き戻して見ましたけど、いやもうね、あの普通に着物着る人の所作じゃない、そうね、さりげなくさらっと、ちっちゃい頃から着てんやもん。いやもうもうなんか すごい。あ、スクショタイムくださいっていう。先生いない方がいいですかね。一緒に撮るの。早乙女太一ファンの欲しがりみたいな。あ、もうでもそういいんじゃないですか、本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと太一さん脱いでいただいたりとか。上、うん、脱ぐとすごいな。遊び人だ。悪い男だ。すごいですね。華やかな。いや、あ、スクショタイムありがとうございました。律儀で皆さん本当にあのファンの皆さんがこうきちんとしてますね。そうなんですよ、ね、あのうちに来てくれるお客さんたちは、非常に上品な方です。そうですね、なんかちょっとわきまえてるというか。ちょっと急遽もう一枚来て。もう一枚、ほら、あ、スチール取る、はい、スチール、あ、2人で、あ、よいしょ、あ、そっか、じゃあ、うん、かっこいい、かっこいい、もう一枚いきます。ラスト、トランプ大統領に。ちょっともう来日。悔しい、悔しいから仕方ないよな。
じゃあ一回取りましょうかね。ああ、もうちなみに大丈夫、どちら、あ、どちら任せます。また、あ、じゃあ次の2枚目行くことに行きます、はい、急遽、はい、画面左の黄色か画面右のオレンジのラインか、さてさて皆さんどれがよろしいでしょうか。はい、ぜひ投票してください。あ、いいです、はい、大丈夫です。これほど悩んだんだな、ね、黄色かな。あ、はい、今これね、コレクション賞では、まあ、もちろんレディースとして着せてたんですけどね、はい、まあ、さっきのやつもそうなんですけどね、右がオレンジ、左が黄色、今ちょっと競ってますね。はい、どうでしょうか、皆さんぜひご投票ください。画面右側のちょっ と、画面で見ると少し暗めなんですけど、オレンジのラインの方か、左の黄色の方か。けど左ですかね、僅差で。画面左の黄色。じゃあ先生、黄色いきましょう。はい、はい、皆様の投票で左になりました。左の黄色の方ですね、はい、だこういうタイプもあんまりないよね。そうですね、なんかイメージだから、なんかちょっと、いいんじゃない。楽してます。もうね、着慣れてらっしゃいますので。これ生着替えもいいよね、シュッと。いやー、贅沢。こうキュッてするもうね、腰紐からかっこいいってどういうことなんですかね、もう。全部かっこいい。もう音からして、タイチって感じでね、もう。いや、ここね、なんかそポイント分かってるよね。いやー、だからもう、すごい。うん。あ、よく似合うわ、それ。ああ、ほん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 、はい、わあ、ねえ、あと5着ぐらい着させてくださいっていう、もうなんかやっぱり着物姿も大地がいいかな、みんな。いや、まあそうです ね、コメントがすごく湧いてますが、ひたすら着替える配信、そうや、あ、いい、あ、生着替え配信を、ずっと着替えてくるね、え、あの早乙女太一七変化みたいな、もう永遠に見てられると、皆さん、うん、ありがとうございます。うん、いいね、よく似合うね、うん、もうこのコーナー終わらなくていいですって皆さんがめちゃくちゃ楽しんでくださってありがとうございます。はい、今帯が、つきまして、はい、そこにさらにちょっと重ねていきたいと思います。ね、出来上がりもかっこいいんですけど、途中もかっこいいっていうのがね、やっぱいいですね。はい、あ、なんかちょっと胸元はあれですかね、もうちょっと開けたりします。中に服着てるからね、あんま開けても意味ないんです。なるほど、見え、服が見えないぐらいの。あ、もっと開けるんですか。もっと開けますね。ちょっとあれですね、胸、まあ、でもこのぐらいがちょうどいい。あの、何回も胸元を開けてほしい熱烈なコメントがちょっと入っていますね。もう、じゃあちょっといい、このいいですね、かわいい。どうでしょう、昼の太一、うん、あ、これが昼桜。結局昼も夜も結局昼も、そうよね、アンケート取ったので皆さんすいませんでした結果的に確かにアンケート意味なかった。かわいいですね。いいでしょう、はい、これね、そのね、わざとね、ヘタ馬にしてるんですよ、刺し方を。そうなんだ、はい、うん、そこのヘタ馬に刺すの結構難しい。裏のイラン、はい、出ましたよ、ハッカケめくり。だいぶ爽やかな。いや、こう端折ってまた帯にかけたりする着方もあるんですか、あのお芝居とかで。 ありますけど。あ、そうです、そうです、ありますね。ありますか、はい、もうね、慣れてらっしゃいますね、本当。うん、いやー、すごい、もうかっこいい、素敵、めっちゃいい、晴れ着のさりげない黄色、かわいい、昼なのに色気がっていう、またなんかダダ漏れてる、ダダ漏れてますね。いやいやいや、すごいです。サイツさんは どうですか、あの夜と昼どちらがお好きでしたか。どちらも好きです。どちらも、はい、旅行の大地もいい、
いいですね。うん、この色味がなんか懐かしい。それこそ京都でジョーさんとよく飲んでた時期に二頭っていう作品を撮ってたんですけど、二頭のあれ DVD 俺にくれるって言ったの覚えてる？覚えてない。全然届かないんだよ、ね。そうそう。ここで言わなくてもいいじゃないですか。なんか もう数年経つんだよ。結構気にしてるんですね。数年。いやいいんですよ。でもすごい面白そうな、あの面白いです。あれぜひね、あれ地上波じゃなかったよね。あれワウワウです。そうだから俺も見れなかった。今でも配信されてるんじゃないか。どう、ああ。面白かった。それのキャラクターが着てそうな感じ。あ、そうなんだ。懐かしく、はい、色味が。ちょっと先生すいません、あの一回ちょっとはけていただいて、スクショタイムです、はい、ちょっとあの、はい、ちょっとすいません、主役をちょっと差し置いて。いやいやいや、もう今日の主役は太一さんでいいですよ。こんな100回記念に。いやー、またすごい羽織の脱ぎ方、さりげなくかっこいいと。二頭大好きです。いやね、はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで先生、はい、はい、終わりました。はい、終わりましたよ。もう一枚いく？もう一枚。あ、大サービス、大サービス、いいですか、大サービス。時間があるんですか、うん、大サービスで、はい、わ、僕だともう撮ってるだけです。あ、ね、ジャージ素材の一点着せてみようか。ジャージ大使に着てもらったのライト。大さん、ちなみにちょっとごめんのですよね、脱いだりするの。このあのその胸を胸のあたりをちょっと。胸はいいですよ、大丈夫です。そうです、ね、寝れなくなっちゃうから。もうみんな寝れなくなっちゃうかもしれないですけど、はい、わかりました。ちょっとじゃあ今日はこのスタイルでいきたいと思いますのでご了承ください、皆さん。ねえ、あ、でも大サービス3つ目ありがとうございますと、すごいもう。本当最高の企画っていう、なんか、いや、ありがとうございますね。はい、次はあのジャージ着物をあのお召しいただきたいと思います。はい、なんか急遽そう、うちのジャージ素材の着物、はい、太一知らん。いやいや、来たことない。知ってます、知ってます。あ、そっかそっか。はい。あの、そうかそうか。あ、でも来たことはないかもしれないですね。そうよね。これ本格炊き上げするから、ちょっと、はい、長いね。あ、本当だ。すげえ、なんか伸びるから不思議。なんかすごい不思議な感覚を着るとき。初めてですか？初めてですね。着るの初めて。わー、あ、そうなんですね。うん。崩れしにくいのかな、伸びるから。どうなんだろう、伸縮すごいですね、すごいですね、うん、すっごい不思議な感じ、なんか。あ、でも何これ、そうですね、すっごい不思議。あ、でも似合うよ、めちゃくちゃ似合う。ちょっと生地も肉厚な感じで、うん、分厚い。ちょっと癖はあるんですけど、慣れるとすごい着やすい。不思議、あのシワにならないですしね。なるほど。で、洗えて膝も出ないので、うん、後ろにからばっと、ね、ここね、はい、帯は白毛素材、ちょっと特殊な、うん、この素材はでもね、あの舞台衣装でも僕、うん、赤いのとか言われてる、うん、触り馴染みがある。そう、触り馴染みがあるでしょ。なかなかいいでしょ。でも鏡ないんやね。あ、ここで見れます。見る、はい、もう全然一見ジャージ素材なんて分かんない。似合う、似合う、ね、なんか似合うってどこが基準なんだろうっていう、こう美しい、なんか反ってる感じ、うん、こう。いや、やっぱり大将普段も着物着てよ。マジね、着物さで増えるよね、こんな人マチャラとして。うん、着こなしですね、こなしが。お尻の可愛いこと。なんかエッチなお父さんみたいな。
赤のラインが効いてて、うん、でこう歩くとちらっと裏がもう一本色違いがあって、はい、もう八角はない人じゃないけど、はい、ジャージやしね、こうちらっとこう見て、あと袖口のこう中がこうちらっと、うんうん、あのね、もうこれこそなんかあの現代の生地なんですけど、うん、この赤いラインと黒がこう古典も感じさせるし、うん、すごくいいんですねこれね。あ、稽古しやすそうだ、うん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 、サイズは M サイズですか。じゃあこれ L サイズ、うん、あでも L で良さそうですね。ほら稽古するとら雪がね、はい、ちょっと長い方がいい。そう、基本やっぱ踊りの、ね、あの着物は長めに着たり作ったりする、うん、多分短いところはとても嫌なんじゃないかな。そうなんですね、うん、なるほど、結構長めでしょ、うん、結構、はい、うんうんうん、ねえいいですね、お似合いです。3着も着せていただいて、はい、はい、ありがとうございます。こちらこそ、個人的にはどれが一番好きでした。あー、いやどれだろう、一番難しいな。最初が、ブルーと赤 の、 あの夜桜コーディネート。次はこのボーダーの、はい、3番目はこの黒の、ちょっと画面にちょっと見てもらって、ね、皆さんはどれが好きなんですか。ね、あのそうですね、最後いくアンケート2択までしかできないの、コメントで、ね、じゃあコメントでどうですかね皆さん。あ、黄色、あ、ごめんなさい、3つできました。あ、できました。あ、ジャージ着物って洗えるんでしょうか。洗えます。もう洗濯機で洗える、はい、洗えるし、逆に普通に洋服のように扱っていいってことですよね。そうそうそう、そうですね。あの逆にその、はい、ほらジャージってニット素材で、はい、あのほら高熱に逆に弱いからアイロンもしなくしないでください。うん、そんなにシワできない。そうそうそう、洗濯しても乾くのもすぐ乾いちゃうから。女性もあるんですか。女性もあります。へえ、うん、先生ちょっともあのそうですね、順番持ち替えていただいて、はい、すいません。はい、はい、ありがとうございます。画面左から1枚目の夜桜と2枚目が、この昼の桜のイメージ、明るいものと、あと最後、ジャージ着物、はい、これどれがお好きでしょうか。赤ラインがかっこいいですね、うん、いや、やっぱりちょっと間があってね、なかなか 色気が本当に、うん、あ、なんかあれですね、ジャージが人気ですね、うん、ということでジャージですね、はい、今日の一番好きコーデ。じゃあそのちょっと すいません太一さん、スクショタイムちょっといただきたいと思いますので、はい、すいません、はい、もうキャーキャーですね本当に。スクショタイムか、はい、俺そんな言われたことないわ頑張りましょう先生もう、あ、今年いつも ね、 ねトランプとしてね、どうですか今着てみて、着やすいですか。うん、慣れてきました。あ、ね、最初着るとき不思議でしたけど、こうピッてやろうとするとビヨンって伸びるから不思議な感覚あったけど。いやでもすごくやっぱあのこれだけ着る機会の多い方だからいいですよね、ジャージは。うん、じゃあちょっと楽ちんですね、うん、いいでしょう、次の稽古着これにしよう、うん、つけ切りだったんですけど、うん、はい、ラスト1枚、はい、OK です、です。あ、なんか、あ、皆さん、はい、もう皆さんありがとうございますとあのお礼、どういたしまして、お礼もしっかり言ってくださってありがとうございます。いやでもね、やっぱり着物いいね。ねえ、いやということで、なんかこういう、はい、ねえ、まあ、太一はもうそれはもうねえ、小学校の低学年から、はい、8歳7歳4歳4歳から、はい、あ、もう生まれたての時からもう着物着てるから、まあそれはそうなんやろうけど、ねえ、でもさすがだね、うん、楽しかった、はい、あっという間でしたね。そうですね、ちょっとそろそろお時間が迫ってまいりまして、はい、うん、なんか、いや、あの分かってますよねそうなんです、ちょっとコメントたくさんいただきましたが、はい、あの みんな全員拾えず申し訳ないです、はい、で、そうですね、最後にちょっと先生に、あのすいません、ここで先生にちょっと、お祝いの品が届いてまして。お、すごい、え、はい、これ台本にないことちょっと今喋ってますけど、こちら、はい、ありがとうございます、はい、お祝いのお品物がちょっと先生に届いております。
ちょっと開けていただけますでしょうか。何マジで誰、えマジで言ってるの。ほ本当です、本当です、サプライズだえわあ嬉しい、嬉しい、ありがとうございますこれえ食べていいの。ちょっとあの何が何をいただいたか見せていただけますでしょうか。いやいや、これこちらのカメラ、こちらのカメラで、じゃじゃーん。なんで僕がいるんですか。ケビンがくれたんちゃうの、これ誰がくれたの。これはあの今日ちょっとお客様ね、ミスターサローネさんという方がちょっとサプライズで持ってこられまして、はあ、本当なんです。ちょっとこれケビン、あこっちはケビン、はい、ケビンと私の。マジで。はい。なんか結婚式みたいな感じになってた。それ相当前の写真ですよ。あのありがとうございます、ミスターサローネさん。マジで。はい。100回記念で。100回記念をちょっと祝福して、今日わざわざ持ってこられたのでちょっとご紹介させていただきました。ありがとうございます。わー、いただきました。はい。ということで。はい、今日はですね盛りだくさんでございましたが、嬉しいね、100歳も続けるもんやね、はい、そうですね。あのではではちょっと告知いきたいと思うんですけれども、はい、まず、太一さんの、告知からいきたいと思いますが、僕は4月5日からっていうかもうあさってからですね、激シネで天豪星、この間あの去年劇団新幹線の舞台に出させていただいて、それです、それの、舞台が収録されたものが映画館で上映されます。あ、なるほど。上映開始が4月5日ですね。この前舞台の、あ、じゃあ衣装展もやってたね。あ、衣装展も、はい、やってたみたいですね、うんうん、が明後日からで、5月24日からが映画帰ってきた危ないデカ、あの危ないデカが帰ってくるそうです。どっちの役すんの。どっちの役でもない、どっちの役でもない。いやいや、高と裕二が、高と裕二いますから。あ、いるんだ。あの2人が帰ってくる。若い頃の高と裕二、あ、それそういう話じゃ全然ないですから。さっきはさっきはまた悪い役言っちゃダメか。いやいや、大体皆さん分かってると思います、はい、はい、悪そうな顔してる役。6月30日がテレビ朝日ドラマプレミア4ブラックジャック、あの原作のブラックジャック、はいはい、これは僕ら世代は本当に、まあ、今度ブラックジャックですか。ブラックジャックはですね、高橋一生さん。ピノコピノコじゃないですね。他誰がいる？もういろんな方出られてるんで、ぜひ、まあ、見てのお楽しみですね。大、はい、さんも出ていただいてるということで、 あれか悪徳なんていうの、金に物を言わして、悪徳のあれじゃない、僕はですか、うん、全然違います。全然違う。全然ちょっと違うタイプ。これ地上波？地上波です。スペシャルドラマなんで1話しかない。6月30日、あ、まあ、だいぶ先やな。まだ先ですね、うん、はい、もういいんだよね、言ってね、はい、ね、あのちょっとまたこの後も、はい、いろいろと楽しみですね。うん、気になるけど、その舞台はなんかやらないの。舞台はまだいずれやりたいですね。それはあのスジャン、はい、ね、そうだね、やりたいね、うんうんうん、その時はよろしくお願いします。いや、もうぜひ、あ、まあ、嬉しいわ、ね、はい、なんかね、衣装展もやってくださいな。そういうのもいいですね。ねえ、今までたくさんあるし。丈太郎の衣装の。丈太郎の、まあ、早乙女太一の衣装って、ね。ああ、いいとこ、ごめんなさい。うち。作った、はい。そうそう、僕らもちょっと入ってるし。あれ、でもなんか面白いことやりたいね。そうですね。はい。またちょっと。去年ほら、ポップアップね、初めて。僕らも初めてだし、太一さん、こういうのしてみないっていうことでやって、浴衣とディフューザーとやったけど、やって、やらんかったらよかったとか思ってないですか、大丈夫ですか。いやいやいや、楽しんでもらえたんじゃないですかね。いや本当にね、いや、お客さんに、そう、うちのスタッフもね、ずっと東京、大阪、福岡、沖縄までね行ったスタッフなんか本当にお客さんと顔見知りになって、うん、ね、なんか日に日に増えていきましたもん、浴衣を着て。あ、そうね、あ、嬉しい、そういうのね、ね、あの着付けも覚えて、そう、ここで、そう、あの、うん、ファンクラブのとかでここで着付けしてね、うん、あの着せてください、うちのお店で着付けしてファンクラブの、誕生日か、はいはいはい、誕生日のやつか、うん、あの行っていただいたりとか。そうなんですね、うん、なので、うん、そうやってね、ご縁ができて嬉しいし、なんかね、着物を着る人が増えて、はい、まあ、でもそれ本当にね、太一君のおかげだと思うし、うん、ね、あのコメントでも本当に衣装展も待ってますというコメントや、浴衣、あの嬉しかったですなど、
はい、もうとにかく僕も、ね、ファンの声に一番弱いですから、はい、そうですね、はい、もう太一さんのファンですけどなんか浴衣せっかく買ってくれた人たち多いからなんか浴衣のイベントとかね、なんかそういうのもあるといいかもしれないですね。協力してくれる？今年のなんかやってみる？今年の夏とかに。今年の夏もうすぐよ、うん、お、いやわかんないですけど今の思いつきでなんか、いや思いつきで、せっかくあの時買ってくれた人たちがもう着る機会もね、なんかそうですね、そういう着る機会があるとまたいいかもですね。また飲みながらいろんな、いろんなあ、そうしますか、はい、なんか 公開 録音会みたいな、公開ジョドロライブ生放送とか、浴衣でゴーみたいな、浴衣でとか、ダサいな浴衣でゴー、浴衣、いやもう浴衣で、いやもう浴衣でドンちゃんとかねえ、なんかちょっとまあ楽しいこと考えたらいい、考えていけたらいいですね、ねえ、やっぱりみるみる浴衣が増えていったっていうとこも嬉しいよね、それ聞くとねえ、うん、うん、はい、いや嬉しい、はい、ちょっと続いてうちの告知させていただきます。はい、ジョータロサイト銀座シックス店では、はい、フレッシャーズ店が、今週の金曜日、4月の5日から、7日まで3日間ございまして、はい、そこで、ちょっと普段、まあ、デニムやちょっと綿着物というあのお値下げならないものが3日間だけあの、プライスダウンしております。で今月は1ヶ月間あの4月は始まりの月ということで、あのフレッシャーズ の新しく始めたい方とかちょっと着物を興味があるっていう方向けのちょっとお得なものがあの1月あのございますので、ぜひあのちょっとお気軽にお越しいただければと思います。でこういう機会ね、そうですね、デビューとかちょっと興味ある方ね、ぜひいらっしゃると嬉しいですね、はい、あと中旬の、4月の、うん、あの18日から4日間あの銀座シックス店では夏物店がございまして、うんうん、まあ、そこであの今年の新作の浴衣夏物が、登場予定です。でそれと合わせてあの名古屋店の、告知させていただくと、4月の、12日の金曜日から21日の日曜日まで、プリズムインザシェード、日陰のプリズム店ということで、3月13日に、行われましたコレクションショーの、ショーの、着物新作が名古屋店でもご紹介ができまして、その期間中は、名古屋店で新作の着物帯、ショーの着物をご覧いただけます。これも行くから、はい、城太郎先生も、何でしたかな、はい、はい、またちょっと SNS で告知いたしますので、はいはい、ぜひご覧くださいませ。今日急遽決めた、はい、4月の20日からそうですね、末までが、リフューザーをあの最後もう売り切れごめんになりますけど、はい、名古屋店に、ちょっと登場ということで、ぜひぜひあの太一さんの代わりもご覧あの鍵に来ていただければと思います。名古屋店がね、どうしても百貨店の中なのでちょっとね通販とかそういうことができないんで、ちょっと店頭にちょっとお越しいただけないとなかなか難しいんですけども、はい、ぜひねお近くの方はぜひお立ち寄りください。はい、ね、あの 香りはね実際にこう香らないとわからないですからね、ぜひ足を運んでいただけたらと思います。はい、いやもうあの本当にいいものできてますから、ぜひ、はい、ということでございまして、はい、以上で今日の100回記念ですね。はい、あの太一さんありがとうございました。ありがとうございました。久々のご出演いかがでしたか？お、なんかもう安心感出てきましたね。安心感。もう3回目なんで、あ、なんか人のところに来た感じがしてない。ああ、嬉しい。いや、なんかファンの皆様に一言ございますでしょうか？あ、ぜひあの何でしたっけ？ディフューザーとかね。あ、ディフューザーとか、はい。なんかね、僕もね名古屋行けてないからだけど、近くの方はぜひ。ありがとうございます。もうなんかね、はい、今ね大地からちょっと提案あったみたいに、まあ、浴衣なんかとか、うんうん、なんかそういうこともなんかできていくと面白い。今そう始まる前に言ってたんだけど、今度ね舞台の衣装また、はい、もし僕が関わらせてもらえることがあるんやったら、大地も半分染めてみたらみたいな、うん、自身で、うん、できるかなって言ったら、できるって、あら、まあね、そこをベースにしながらなんかそういうのも面白いね、うん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 、そうですね、そうそう、それはね僕も第一もやったことないことなんで、またもう一歩
ね、したことないことをしてみるっていうのも面白いし、そうですね、なんかできますよ、ね、ちょっとさらにお二人の活躍から目が離せない感じで、はい、もうあのコメントもたくさんたくさん皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました、ね、あの懲りずにまた出てくださいね、はい、この最多記録は守っていかないと、そうね、すごいですね、ありがとうございます、はい、ね、あの城太郎先生から、うん、あのこの100回記念迎えて何か最後一言いただけますか。なんかどういうの固く面白く、もあの今のとにかく、はい、大地ありがとうございました。ありがとうございました。あの本当に感謝しかないですし、はい、なんかこうね、なんか近しいところもあるんだけどまた全然違うところにいながら、うん、でもなんかね、年はね少し全然違うんですけど、ジェネレーションは違うんだけど、やっぱり刺激し合えるっていうのはね楽しかったし面白いし、まあ、これからもぜひね、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はいはい、はい、ありがとうございました。もうコメント の, あの皆さんも本当にありがとうございます。紀章先生もコメントいただいていて、あ本当に、はい、あの過去のゲスト の, あの皆さんももちろん、はい、あと見に来ていただいて、あそうなんだ、はい、ね、そうかおなじみの皆様も、はじめましての皆様もぜひありあのどうぞありがとうございました。コラボしたらそうですね、というまたの近々飲みたいな、そうね、ちょっとで一遍じゃあ紀章先生を交えて、はい、ね、すごいですからあの人、いや面白くなってきた、いやちょっとまた新しい化学反応が生まれそうですね、うん、はい、では今日は、100回記念、はい、あのゲストは早乙女太一さんでした。ありがとうございます、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。もうバイバイでいいの